どこまでも腐りきってやがら。ジョジョは知らないんだ、あの女の人が自分の母親であるということを。下は尖った水晶石の岩盤、落とせば即死だ。カズ、てめえの根性は畑に捨てられ、カビが生えてハエもたからねえカボチャみてえに腐りきってやがるぜ。あめくがいい、ぼざくがいい、ののしるがいい。ロープをつかんでいる貴様にできることはそれぐらいだからな。ジョジョは自分が手にしているのが母親の命だということを知らない。ストロハイム、まだ吸血鬼は片付かないのか。早くジョジョを。やかましい。これだけの数、1分や2分で始末できるか。ロープがあっては貴様の癖の悪い足もこの程度の動きしかできない。足がカーゼに触れたのに波紋効果がない。絶対絶命。その相当疲労している波紋、視力を振り絞ってあと一発放てるかどうかと見たし。このカーゼはこのようにゆっくり近づき、花を摘むように貴様の命を刈り取るまで。確かに視力を振り絞ってもあと一発放てるかどうかだろうよ。自信がねえけどな。だがな、俺は今策を思いついた。てめえをギャフンと言わせる策をな。知りたいか、知りたいか。教えねえよ。おい、リサリサと自分のロープを結ぶんじゃないぞ。マッチの日だ。この日を俺はどうすると思う？何をやってるんだジョジョは。自分の枕に火をつけてるぞ。この火が俺の体に燃え移る前に、てめえにあと一撃振り絞った波紋を食らわしてぶっ倒してやる。この火は賭けだ。自分を追い込むための賭けだ。死中の勝つってやつよ。ジョジョ、そういうのをな、ただのやけくそというのだ。よって、ふざけるなよ。まず逃げ回ってできるだけ呼吸を回復しようとしているな。もう一度言う、俺は楽をして貴様を殺したいのだ。ターザンごっこに付き合ってはおれん。やだよ、まず呼吸だ。なりふり構ってられるか。いいか、俺はいつだってこのリサリサのロープを切断できるのだぞ。今度逃げ回ったら即座に切断する。いいのか、このロープを切ってもいいのか。逃げた罰だ。今度はお前がゆっくりここまで近づいてこい。ロープが切れてもいいなら近づいてこなくてもいいがな。この女の命よりやっぱり自分の方が可愛いか。何のつもりか知らんが、このロープを切断すれば自分も一緒に落ちることに気づかんのか。バカ！ジョジョ！リサリサ！バカめ、これで一石二鳥。何？これは、このロープはジョジョの足から。一体いつ結んだのだ。結ぶ余裕や隙などなかったはず。最初の蹴りの時、わざと足と一緒にロープを切らせ余りを作ったのだ。
その余りのロープをマッチをつけると見せ、リサリサのロープと自分の足に密かに結び輪を作る。そして自分の足元から注意をそらすため、わざと自分のマフラーに火を放ちおった。おまけにこのロープの輪を絡ませるため、わざとリサリサのロープを切断させるように挑発した。今度はお前が俺とリサリサを支えるんだな。邪魔したな、ジョジョ。てめえからそんな言葉を聞くとは思わなかったぜ。騙すのは得意だが、騙されるのは苦手なようだな。もっとも1万年以上生きてるらしいが、俺と騙し比べで張り合うには10年早いぜ。カーザーキャーキャーハモンオーバーストライダー。聞いたか、今のが最後のハモンだ。限界だぜ。もうこれ以上ハモンは寝れねえ。流れてたぜ。やった、やったぞ。カーズに波紋を食らわした。やった。